うわー、佐賀コレクションだ。楽しみにしてたんだよね、これ。ちょっとやってみるか。うわ、懐かしい。これを、この佐賀をやりたくて、ゲームボーイが欲しかったんだけど、全然売ってなくて、買えなくて。もう歴代ハードの中で一番買えなかったのゲームボーイだわ。何この画面回転って。ああ、携帯モードをやると縦持ちでできるってやつ？横だよ。おーい。89年。小5の時だ。だ今は転売屋だけど、昔は抱き合わせだったんだよ。BB 戦士とかのプラムとか、人気商品。ゲームボーイも抱き合わせで買えなくて、どんな背景あるんだ。これでいい。仮想パッド表示。おお、目が出てきた。だってゲームウォッチから比べると、ゲームボーイってゲームウォッチのファミコン版だと思っててさ、ロープレがテレビなくてもできるってすげえと思ったもんな。確かサガって今ぐらいに出たんじゃなかったっけな、俺。ゲームボーイが持ってない時にサガだけ買った気がするな。で、やっと変えて、大晦日、ちょっと適当だよ、名前。おぉ。それで大晦日これやりながら、横目で紅白見てて、なんかすげえと思ってた。もうテレビいらないんだ。なんかすげえ綺麗だな、画面が。昔はこの色調整苦戦してたもんな。色の濃さを合わせるんで。バッチリやったっつって、やってると電池がなくなるとまた薄くなってきちゃうから。すげえ時代だったな、今。うわ、早くなった！うわ、倍速すげえ。うわ。確かに、あ、もう倍速ありきのがいいかも。うわ、でかくなった。うわー、すげえ。もうライトボーイよりでっけえわ。布団の中でよくやってたやろ、ライトボーイ。え、これもいい。あ、やべえ。三色。懐かしい！強いな。嘘、こんな強かった。さ、肉食うと変わるんだ、姿。わあ、これが倍速か。ああ、こんな遅かったんだ。あ、仲間入れてなかった。だから、今からあれだったんだ。懐かしいっすね。三章いるじゃん。あ、こいつら肉食うと変わる奴らだ。あとでちょっとちゃんとやろう。
すごいね。もう一回戦ってみようか。これ今の子にどういうゲームか説明すると、一言で言うと、チェンソーマン。これラスボス一撃でチェンソーでやっつけられるんだよね、確か。これ当時と同じかな。わ、やっぱ強くなったね。あ、肉あれに食わせればよかった。チェンソーマンゲームだよ、これ。自力で倒したけどね。ほんとかよっつってやったら本当にチェーンソーで一撃だった。これ携帯でできるんだもん、最高だよな。あー、肉くんね。全然ストーリー覚えてないよ、こんなの。戦争ゲームは覚えてる。すげえゲームだよ。レッドブル。翼を上げたい。授ける。あ、死んだ。あ、全滅するかも。超強いこいつ。あ、死んだ。全滅した。あ、全滅するとタイトルは？マジで？ちょっと2やってみようかね、じゃあ。あ、これじゃねえや。間違えた。これどうやって戻るの？タイトルセレクト。2。確か2箱がすげえでかかった気がするんだけど。おぉ。90年じゃん。小6か。30年前？セナとブルースとかぶつかって30年も経つ。嘘だろ。すごい覚え方してるな、俺。基本 F1 で覚えてるからな。わあ、キャラも違ってんな。メカが、あ、さ、メカがいたな。あ。わあ、懐かしい。そうだ、インディ・ジョーンズみてえな父ちゃんだと思ってたな。あ、これ高速になってた。道理でスピードが速いなと思ってたんだ。え、これイベントも速くなるの？あ、速くなる。文字送りだと速くなっちゃうんだよね、これ。ボタン押すと。うわ、速い速い。高速だとすげえ速い。Aボタンも失敗してこんな飛ぶの。わあ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 。わあわあわあ。高速ダメだ。戦闘ぐらいだな。移動と戦闘。メカいる。R2 とかって入れてた気がすんな。もう遅い。戦闘と移動は高速にした方がいいかも。はーいえ。外出てバトルってみようか。うわ、先生仲間になった。下の洞窟行け。あ、分かったよ。あれがボタン押してんのか。うわー、懐かしい、この音楽。なんだろう、ゲームボーイの音楽聴くとノスタルジックになるな。
マリオという。めっちゃ強いじゃん。まあみんな一撃で倒したよ。うわ、なんだなんだ、下か。うわー、この音楽最高だな。先生強いな。うわ、一気に出てきた。先生めっちゃ強いわ。え、何もしなかった？なんで？なんで何もしないんだお前。先生に甘えすぎだろ。先生に甘えすぎじゃん。戦わせてくんないの？2はこんな感じだ。2、3やってみようか。3はさ、なんかタイムスリップもんで俺なんか好きだった気がするんだけど。まあもう1年ごとに出てるじゃん。中学生だよ。だんだん演出が凝ってるな。デューン、お友達ポルナルフ、ジョジョ、ミルフ、シリュウ。あー、そうだ、キャラが表示されるんだ。いきなり敵じゃん。はい、高速にして。あー、やっぱ戦闘の曲は2のがノスタルジックになるな。あれ、まあでも懐かしいな、この曲も。早い早い、高速高速高速、めっちゃ速いな。高速めっちゃ速いよ。早い早い早い。ちょっとこんな速くなる、ほら。全然覚えてないストーリー。高速速っ。ステスロス、おお、おお、うわ、懐かしいな。紅白見ながらやってたわ。今日テレってさ、ガキの使いで、その前が電波少年で、
その前はあれだったよね、野球拳だったよね。今絶対放送できないな、あれ野球拳。昔は自由だったな。当時を思い出すな、これ。これは結構楽しめるよ。3作も、おお、なんだ今の。3作もあるんだ。全然ストーリー覚えてないわ。ただ1はチェーンソーでやっつけられるっつうのはすっげえ覚えてる。チェーンソーマンなの？あ、だからか。この今壁紙にしてあるやつ。あ、これ変えられるの。まあ、こんな感じなんだけど。あ、だからこれチェーンソー持ってるじゃん。ちゃんとこいつワンの主人公。公式も認めちゃってるじゃん。チェーンソーが最強だって。まあ、こんな感じ。すげえ懐かしい。